カナの脳裏には白と月下の試合が浮かび上がった。パトとメリアの話、パトの思考で大体わかっちゃった。月下の敗因、これは私のやりがちな思考だから気をつけないと。本来のカナなら相手の出方を様子見て判断し、次の手を考えていただろう。だが、試合用に調整し、威力を大幅に下げているとはいえ、次元支配を超えてきたバファートを目の当たりにしてカナは瞬時に考え、そして行動した。次元支配を天秤で超えてきた、何か対策を練られるかもしれない。カナの頭にあったのは、恐怖。一回戦ロイド戦で次々技を射抜かれて倒されたトラウマが脳裏によぎった。待って、今バファートちゃんは次元支配の空間からこっちに帰ってくるのに能力を使ってるはず、なら、このまま攻撃を仕掛けて異次元に押し返す。この子次に、カナ選手はバファート選手を最後黒い空間の中に押し込みました。秩序自然、秩序開始の雷槌、本来開かれてはいけない異世界の空間を秩序で消してそのまま押し込む。容赦ないな、カナ、あれだとバファートさんは何もできないな。ハメ技ってやつだね、相手の耐性が戻る間に攻撃を仕掛け続けてずっと俺のターンってやつ。まあ、間違ってないよ、でもこれならカナの勝機はかなり上がる。何よ、正々堂々戦いなさいよ、女らしくないわね。なるほど、秩序支配を自分で作った空間の狭間を強制的に閉じる手段として使ったか。ロイド艦長、どうなの、この状況。さあな、カナ選手次第じゃないか、この流れはバハート自身どうしようもないからな。セブン撃したからきっとダメージもある、そう簡単に戻ってこれないはず。は？バハート選手、再度現れました。試合を続行します。気づかない、さっきの攻撃だってかなりの威力だったのに。それでも止めるな、能力を使っているから確実にオーラは消耗しているはず。天秤最後に見せる雷の事故、聞こえた。私の攻撃が当たる瞬間天秤で体勢を作ってた。そこから異空間沢で再度天秤で体勢を作って使う。これは長期戦になるかも。ここからはカナの想像通り、時間をかけた長丁場の戦いが始まった。カナはバファートを異空間から出させないために秩序自然支配を使ったあなたの属性を使って攻撃を仕掛けた。バファートはカナの攻撃を天秤で瞬時にターボし、カウントダウン前に天秤で体勢を作り、現実世界に戻ってきて逆転の機会を伺っていた。こうして戦況が変わらず、お互いのオーラと体力だけが消耗しながら1時間が経過した。ねえ、まだ進展しないの？ああ、何度もカナも自然支配を使って技のストックもないし、オーラももうガス欠寸前だと思うんだけどな。あにゃあ、どっかに行くときはうちも連れて行かなあかんやろ。その場にいろよ。はあ、カナも意地だね。戦況は勝ってたのにこれじゃ意味がないよ。多分、ハスと月下の試合を見た後でもあるし、ロイドさんとの試合で慎重になっている上に必要以上に警戒してしまったんだろう。必要以上の警戒心が圧倒的優勢だったカナの状況をなくさせてしまった。これは精神的なものだ。でもバハートさんもすごいよ。読みが外れて何度かダメージを受けているはずなのに。バハちゃん、すごく疲れてる。あんなに疲労しているバハちゃん見るの初めてだわ。カナ選手、確かに天才なのかもしれない。だがバハートと同じ、いやバハートより精神面が脆い。ここまでの流れは互いの精神的なところでできた状況だ。どっちかが勇気を持って仕掛けた方が優勢に立つだろうな。リスクはあるか？ですよね、ロイド艦長的にリスクをかけて攻めた時の勝率はどれほどだと思いますか？ 60%、残り 40% はカウンターによるものだ。だがここはかけなければもっと長引くだろう。頑張って。バハちゃん。もう何分同じことしてる。いつになったら諦めてくれるの。まだ変革解放があるからオーラ用には余裕がある。けど体力は、きつい。もう300発以上は連続で撃っているんだ。こんなの修行でもしたことがないよ。呼吸が整わない。それはそうね。休みなく集中している状態で全神経研ぎ澄ませているのだから。でも絶対に集中を緩めるな。絶対に逆転の一手が、隙が必ず生まれる。限界を超えてでも絶対に諦めない。誰か変わってほしい。私もずっと1時間カウントダウン取ってて疲れたよ。バファート選手、カウントダウン前に場内に戻ってきたため、試合を続行します。でもバファート隊長に今までここまでの粘りはなかった。今年は体力をつけてきたのかな。間を与えたらダメだ。相手が体力切れ、もしくはオーラ切れで倒れるまで私は。バファートさんはきっと、私の攻撃を理解して反撃してくる。だから私は、この手で、勝たないと。あれ、撃ってこない。まさか。体力が限界を迎えたんだ。空気をまともに吸えなくなって、脳に行く酸素量が減少して酸欠状態になっているんだわ。多分、今脳と体の信号がうまく行き届いてない放心状態のはず。なら抜け出して攻めるなら今しかない。ここしかないんだ。絶対に倒す。あ、
戦況が動いた。かな、なんでぼーっとしてるの？脳に酸素が行き届かないと無意識に気を失う状態になるんだよ。狩猟中俺も何度か同じことになった。脱水症状も加わると体に力も入らない、オーラもまともに扱えない状態になる。動いてなかったのに。極度の緊張状態は想像以上に体力を奪うもんだ。それに能力を使う時も力は使う。何度も使えば呼吸も乱れるだろうさ。何度も何度も一回殴って。タフなのね。でももう少し長丁場を狙うなら体力はつけておくべきだったわね。私アイドルもやっててね、大声で声量を崩さずに歌いながら40キロマラソンとかやってたのよね。だから呼吸法や体力には自信があるの。残念だけどね。想定外なのは認めるよ。品格解放。だけどあなたのオーラは削り切った。もうここまで使い切れば天才ゆえの策も思いついても実行できないでしょ。確かに私のオーラはほぼからくて、よって天秤が数回使える程度、煉獄なんてもってのほか。体力切れの私とオーラ切れのあなた、もう決着の時は来たんだよ。一回戦ではダメ出しされたけど、今この状況ならベスト判断だよね。自然使い、ハイパーサンドラブーン。すべてを究極の光で焼き尽くせ。そんなわかりやすい拡散攻撃、むしろ対策しやすいわ。天秤、耐熱陰性、熱量熱後。凄まじい火力、これは私の煉獄支配でも出せないわね。でも熱量を選んだのはミスだったわね。私には熱量耐性がある。その上天秤でより強化した。そして相手はこれだけの規模、オーラ消費が激しいでしょうね。私はここで耐えるだけで体力はそこまで消耗されない。これでは自分の首を絞めるだけ。もうそれで天秤も使えないでしょ。オーラがないってことはオーラで耐久値を上げることもできない。つまりこんな些細な攻撃が決め手になるんだよ。秩序支配、フィールドリセット。問題だわね。でもそれくらいなら今のオーラで返り討ちに行く。私の耐性が疲れは整った。あなたは天才だからね。だからどんな優勢にも慢心せずに慎重に慎重を重ねてきたよ。対策ができないくらい、案が浮かばないくらい、徹底的に計算して追い込んだ結果だよ。私がこんなところで、決まったー。カナ選手の練りに練った作戦が最後バハート選手へ完全に封じた。当分一撃、これはバハート選手のとっさにかばえなかったため、直撃、これは決まったかー。勝つためには身長くらいがちょうどいい。パトが見てたアニメで言ってたよ。あのバカ、こんな時に俺のことを。まどろっこしい戦い方やな。うちならもっと力技でやな。それだけでは勝てないんだよ、本当に強いやつには。でもこれで勝ちだね。よかったよかった。もうヒヤヒヤもんだよ。ああ、そうだな。これでカナの勝ちだ。悔しい。私はまだ強くなって。夢を。もっと私に力があれば。いや、私には力があるんだ。天使の遺伝を持つ聖なる竜の子孫、貴様は我の力で真の姿になるのを求めるか。この声は、パト君、パト君が私に力を与えてくれるの。我は力を司る赤のオーブ、その力の片鱗でこのオーブの持ち主と同志である貴様に力を与え、覚醒をさせてやろう。同志、よくわからないけど、お願い、私に力を。夢を叶える力を。よかろう。では貴様の奥底に眠る真の力、今ここで解放する。すごい、力が。体の奥からたくさん溢れてくる。なるほど。だから私は、パト君を、本能で求めてたんだ。この試合が終わったら、パト君に。ちゃんと返さないとね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も。
お楽しみに。